私こそが学園の女王様というゲームをやります。まあ、どんなゲームかというと、早速紹介ページの公式の紹介文を読みますね。ド SJK になって学園の女王様になる乙女系これからは女も攻めの時代、私こそが学園の女王様はヒロインがリードしてイケメンたちを振り回しちゃう女性向け女攻め恋愛シミュレーションゲーム。壁ドンするのも押し倒すのももちろん私。ゲームの目的はパラメーターを上げて学校行事で活躍し名声を上げ生徒会長になること。勉強も運動もできる強くて頼れるかっこいい女になろう。かっこ、このゲームは女攻め要素しかありません。逆転なし、そういうのが好きな人はやりましょう。まさに女攻め好きによる女攻めのための女攻めゲームじゃん。私やらなきゃ、絶対やらなきゃじゃん。まあこれフリーゲームだからプレイ時間は30分から60分くらいで、もうみんなやろうもうみんなやりましょう。あと、まあ、一応他のゲーム紹介も、まあ、私的に一番重要なのはこれです。私こそが学園の女王様、5つの要素なし保証、5つの保証がある。逆転なし、今度は俺の番だな、一切なし。主人公の照れなし、男は照れまくる。愛してるなし、甘いささやき口説きなし、めっちゃありがたいそういうの一番苦手だからで、あとお前かわいいな、なし。もうあれ地雷ワードだから。でも主人公は言いまくる、主人公はいいで、壁ドンなし、もうあれ地雷だから。で、主人公はする、主人公はどんどんしていい。もうまさにもう女攻め好きのためのゲームだから、女攻め安心の5つの要素なし保証。壁ドンするのはノット、イケメン、イエス、主人公。男子に可愛いと言って照れさせたい人のための乙女系。まあそのちょっと長くなったけど、とりあえず早くやろう。完全初見です。まあ私マウスでやりますから。主人公、ああ全く決めてなかったまあ暑さ、まあこれはなんか完全に個性がある主人公だから、デフォルトネームでもいいけど、いやあえてあえて司にしようあのもうゲームで私が使ってる名前だから、同じシミュレーションゲームだしね。よしあえて私が別のゲームで使った名前を使って、そのゲームでやれなかったことをこのゲームでやるという。まあいいよ、早く始めよう。あれ女王様、ご主人様、お姉ちゃん、魔王、自分で決める、自分で決めてもいいの自分で決めたらちょっと大変なことになるかもしれないな。うん、いや、あえて自分で決めてみるか、あえて鬼畜メガネ様にしてみるまあ魔王でもいいけど、あ、そうか、ここ漢字使えないんだじゃあちょっと違うな、あえてお姉様にする、他のゲームで使った名前ちょっとあれかもしれないけど、お姉様にしよう。もう名前はつかさ、あだ名はお姉様いや、なんかゆり感があるけど、攻略対象全員男だけど、まあこれでいいよ。どちらのモード、まあ最初は一番最初だから丁寧モードだよ。いつもフリーゲームよく見る背景、多分父の都合でしばらく海外だったけど、無理言って一人で日本に戻ってきちゃった。やっぱり日本は落ち着くわね。ん？全速力で向かってくるあの子は？きなこ、親友。わー、お姉様いや、早速あだ名あれあだ名だったんだ。久しぶり、また同じ学校に通えるなんて嬉しい。きなこ、お久しぶり。何年ぶりかしら？小学生の時以来だから5年ぶりくらいかな。なんかすっごく大人になったね。まあ、小学生から高校はさすがに変わるでしょ。でも私一目見て分かったよ、お姉様ってオーラが出てたもん
ありがとう、きなこはあんまり変わってないみたいだね。まあね、私永遠の10歳だからと。それ永遠の10歳。あ、そんなことより遅刻しちゃう。ほらほら走っていこう。シリーズ超芋、え、超芋学園、芋なの。あー、ギリギリセーフ。その時、司の姿を見るなり、ひざまずく男子生徒たち。オーラだけで全校生徒圧倒アンド圧倒。この学校に新しい時代が来る。あら、お出迎えありがとう。いいのよ、そんなことしなくても。わあ、みんな初対面のはずなのに生き物の本能を感じるね。もうこんな、こういうゲームだから。ん、ひざまついていない男がいるわ。なんで偉そうな男。いや、これは攻略対象たちは、まあ、さすがにもう最初からひざまついていたら攻略のしがいがないからね。騒がしいと思ったら、なんだお前、転校生か。一応多分このゲームの、いや、まあこのメンポチのキャラだろうな。まあまあこれは私こそが学園の女王様というゲームで、でこの男、この攻略対象はなんか今の生徒会長だから一応ちょっと正ヒーローっぽいね。ええ、司よ、よろしく。俺は五十嵐レオレ、しかも王、王という名前だから完全に王だね。この学園の生徒会長だ。誰の許可を得てこんなことをしている。気に入らんな。気に入らなくて結構。わざわざそんなこと言いに来たの、言いに来たの。優しそうな男。まあまあ賑やかなのはいいじゃないですか。いや、一応私初見は、まあ、なんかあのエンディング6つあるから、あの4人の攻略対象のそれぞれのソロエンド、一人エンドと、なんか多頭外エンドと孤高エンド。いや、一応最初は誰か一人くらいは、一応最初の目標はこの人ですね、このキャラですね。まあ一応4人見たら、いや、まあでもまだわからないけどね。私は七沢メイ、めっちゃ可愛い名前、メイ、メイちゃんと申します。この学校のことでわからないことがあれば何でも聞いてくださいね。もういや、あの普通の乙女ゲームだとこういうキャラクターも危ないよ。だって後で逆転するから。でも逆転なし保証があるから、もうこのキャラクなんか、ね、めちゃめちゃ興奮してる。このキャラクターでいいよ、安全安心保証があるから。もう最初はこのキャラクターで絶対大丈夫だろうっていう。金髪の男。わあ、俺も自己紹介する。俺は二坂葵、帝先輩もついでに挨拶しちゃえば。帝、どうして名乗る必要がある。こんなやつに名乗る義理はない。あ、クール、チャラい感じの後輩で、クールな剣道の、剣道の人、優しい人と俺様な人、この4人ね。冷た、この人は帝総一、まあ俺も帝先輩に嫌われてるから仲間ってことで。はあ、そろそろ授業が始まる、行くぞ。 いきなりなぜかみんなここに集まってる。まあまあ、なぜかみんなひざまついてるから、それは何事かと思って、そりゃ来るだろう。なんなのあいつら。すごーい、M4! 4人の M 男か。いや、モテモテ、一応モテモテ4ってことだけど、に M4 に話しかけられるなんて。 M4? 何それ。超芋学園のモテモテ四天王、略して M4 だよ。モテモテ四天王だったのか、 M 男四天王じゃないのかね。まあそれは多分そういう意味もちょっと込められてる。あ、ポテ、あ、芋学園だからポテ学。え、じゃあ超ポテト学園って読むの。いや、ポテ学女子、みんなの憧れ男子たち、憧れ男子たちのこと。 M4 にはお姉様のオーラも効かないんだね、さすが。面白いじゃない。ねえきなこ、この学校の次の生徒会選挙はいつ。あと120日後くらいかな。
なんでそんなこと今聞くの？いいわね、十分だわ。私生徒会長になる。五十嵐くんと戦うことになっちゃうよ。そうよ、あの五十嵐レオとかいうふざけた男、あいつの椅子を奪って学園の頂点に立ってやる。それだけじゃない、 M4 全員相手にしてやるわ。全校生徒に私の強さを見せつけてやるのよ。わあ、やる気だ。いや、このなんかめっちゃのんき。学校生活めちゃくちゃ面白くなりそう。よしよし、ゲームの流れ、まあこれ一番主な目的ね。いや、初見だからなんかどんくらい開けた方がいいのか全くわからないから、一応こういう開けるメインでやってみよう。名声を開けて生徒会長になろう。パラメータを開けて学校行事で活躍すると名声アップ。男の子も大事な養分、男の子から告白されても名声アップ。学校行事やスキンシップ休日の通話で急接近しちゃおう。よし、学校メニュー、じゃあ私一応もう見たから、事前にだいたいわかってる。まあやっぱり最初は自習ね。いやセーブだ。じゃあ自習、今日はここで少し自習してから帰ろうかしら。家だとあんまり集中できないし。あ、司さん、あなたも自習ですか？同じクラスなの？あなたは七沢芽衣です。司さんとは違うクラスですけど、人がいるのを見つけて来ちゃいました。こいつどういうこと？来ちゃいましたって何？芽衣はよく学校に残って自習してんの？ええ、塾が少し遅い時間にあるので、いつも教室で自習してから行くんです。まあ自習コマンド担当ってことだよね。教室だと運動部の掛け声なんかが聞こえてきたりして、塾の自習室よりなんだか安心できるんですよね。あ、そういう人なんとなくわかるかも。もしよかったらたまに一緒に自習してもらえませんか？なんか思ったより積極的なこいつ。なんかやっぱり隠れチャラ男か。いつも一人でちょっと寂しかったので。あ、いや、さ、ウサギか。いいわよ、たまにはね。よかった、わからないことがあったら何でも聞いてくださいね。私にできることなんて勉強を教えることくらいですから。まあまあそういう、まあ、体弱そう。メイ、なんだか寂しそうな顔、どうしてかしら。あ、もう自習した？まだ学力上がってないんだ。あ、全部一周目は全部見て見よう。最初はパラメーター上がらないんだ。 M4 の一人、帝総一は剣道部主将って聞いたわ。それじゃあ部活は剣道部一択ね。部室はどこかしら？主人公剣道部。そこのあなた、泊まりなさい。何？私、帝様の帝宗を守る会代表の清川、まあ、帝宗を守る会だから、さよこと申します。守る会第一の掟、女子生徒は、帝様の2メートル以内に近づいてはならない。さよこ。みだりに帝様に近づくことを禁止します。剣道部への入部はおやめなさい。はあ、知らないわよそんなの。そもそも剣道部は男女不問の部活でしょ。ええ、建前上はそうですわ。ですがポテ学剣道部は設立50年間女子部員なし。こと伝統を守ろうとは思いませんの？剣道部は高校生男子の持て余した体力とやり場のない情熱の発散される聖域でないといけませんのよ。おい、なんだ騒がしいぞ。キャー。逃げたね。そんなすぐ逃げたの？なんなのよあいつ。あんなのは置いておいて、私今日から剣道部に入るつもり。いいでしょ。勝手にしろ。俺は女だからといって手を抜いたりはしないぞ。クールキャラ。その方がやりがいがあっていいわ。それじゃあよろしく。じゃあ次、遊ぶ。ねえ
葵、この前できたカフェ知ってる？ああ、知ってる、駅前でしょ、クマさんアイスのカフェ、パフェかわいいわ、かわいいよね。なんか今のところむしろ味方の方がちょっと興味あるあのメイが思ったよりちょっとグイ、いやグイグイは来てなかったけど、思ったより自分から来たからちょっとうんって思った。ああ、知ってる、駅前でしょ、クマさんアイス、あかわいい、うちら今から行くんだけど葵も行こうよ。あー、俺今金欠だから今日はやめとく、明日感想聞かせて。そっか、わかった、また今度遊ぼう。うん、またね。あら、行かなくていいの？うわ、びっくりした。司先輩だっけ？そうよ、あと先輩なんだから敬語使いなさいよ。いいじゃん、俺そういう堅苦しいの苦手。行かなかったのはさ、ただ気分じゃなかったからってだけ。それ以外ある？まあそういうこともあるわね。でも敬語使わないのは許さないわよ。まあ許さなくてもいいか。これはなんか好感度上がったら敬語使いそういや、女攻めゲームだからじゃあ他の一般的な乙女ゲームだと最後まで敬語使わないけど、これ女攻めゲームだからそれは敬語使うかもしれないな、葵も。あ、そうだ、俺さ、だいたい放課後ここでダラダラしてるから、暇だったらまた話しかけてよ。はあ、気が向いたらね。わい、待ってるからね。いや、一応まあ好印象でも悪印象もない。じゃあ生徒会、それはあいつでしょ。生徒会室はこっちの方だったわね。なんだよ、こんなところに来て。あら、お出迎え、ずいぶんサービスいいのね。違う、男子生徒が騒がしいと思って廊下に出てきただけだ。そう、じゃあ静かにするように言っておくわ男子生徒が騒がしいの、主人公なんか私イメージ、その男子生徒がなんか取り巻きにいるの。例えば、まあ、古いゲームだけど、あ、ときメモ、あの初代男性向けのときメモの鏡ミラーみたいなで、生徒会室に何の用だよ。下見に来たのよ、次の生徒会長になるつもりだから。お前が、冗談きついぜ。どうやら俺のことを何も知らないらしいな。特別に自己紹介してやろう。あれ、なんかちょろいな可愛いな。いや、最初こいつ攻略しようかな、なんかちょっとメイ攻略しようと思ったけど、最初レオにしようかな。名は五十嵐レオ、五十嵐財閥会長の息子だ。財閥の後を継ぐのは俺ってこと、王たる器が俺にはある。その証拠に柔道部からずっと生徒会長だ。そして来年もそれは変わらない、絶対にだ。じゃあその記録を初めて破るのが私ってことね。ワクワクしてきたわ生徒会選挙の出馬は好きにすればいい。お前が大八角どころを見守ってやる。あら、それはどっちかしらね。私に負けて泣いたら慰めてあげる。やっと週末って感じ。なんかこのゲームは5の倍数の日は休日というという設定、多分ゲームバランス的にそういう設定にしたんでしょう。やっぱりこういうゲームは一人暮らしが一番いいねあら、電話、きなこからだわ。いや、情報屋だろああ、もしもしお姉様、教えたいことがあって電話しちゃった。教えたいこと？うん、 M4 の電話番号。落とすにはまず連絡先を知らなきゃね。一番強いかもしれない、隠れ強キャラきなこ。なんできなこがもう M4 の番号を知ってるのよ。M4 は女子に大人気すぎて個人情報が全部割れてるんだ。いや、あいつらちょろい、私ですら知ってるから何でも聞いてポテ学のモナル終わってるわね。あ、そうそう、あの学校行事の日にちとかもいつでも教えるからね。ありがとうきなこ、また連絡するわ。えへへ、また話そうね、じゃあ。よし、休日はなんか情報、いや、まあ、最初はやっぱりこういうゲームはなんか最初はやっぱり鍛錬したくなるからな。じゃあ鍛錬にしよう。やっぱりなんかパラ通話というよりは情報は見よう。まあ、順,
中旬道はそれは興味なしだわ。最初の状態だわ。じゃあ学校行事、あ、次の学校行事は超芋煮会芋煮会、意外と体力いるから、あ、じゃあこれ、じゃあ最初は体力をメインに鍛えた方がいいってことだよね。でも次は定期テスト、あとこれは何、プロフィール、みんなのプロフィール、じゃあ下から、こんな感じだよ。もうどっかのゲームみたい。1年生だけど明るくフレンドリーで、学年性別問わずたくさんの友達がいるみたい。もうなんかでも私ちょっと公式、まあ、公式の紹介見たらなんか高校デビューっぽい。いや、だからやっぱり興味あるな。全員興味あるわ、もうそもそも。こ、いや、最初はこいつも攻略したいな。剣道部の主将、隠れた人気がある。周りに女子がいないのはファンクラブが管理してるから、管理じゃあ七沢メイ、いつもテストで一番の穏やかな優等生。両親がお医者さん、お医者さんって医学部目指して毎日塾通い、毎日塾通いだし、いや、あえてもう今回は失敗してもいいくらいの気持ちで、高校エンドでもいいくらい、いや、でも高校エンドは別に失敗エンドじゃないからねお金持ちで勉強も運動もできて、その上で生徒会長、みんなの憧れの男の子、よし、じゃあ何でもない。まあ攻撃力も大事だけど、まあテストが先だから、テストにしよう、勉強にしよう。おー、ストレスが上がるんだ。じゃあ一応カリスマも重要だから、多分生徒会、いや、お茶会はカリスマが上がるっていう噂だから、今日はお茶会でも開きましょうかどういう学校、うぞうむぞうの男子生徒、はい、喜んでうぞうむぞうの男子生徒たちとお茶会した、カリスマプラス10。ちょっとお茶会は なんだ、お茶会はあれだ、あのストレスも下がるんだ。あー、ちょっと損したねいや、でもちょっと待って、ちょっと損したからいや初見だけど、やっぱり損したのは気持ち悪いから、やっぱりさ、あー、なんか体力も必要っていう噂だから、あー、遊ぶ。先輩も暇なら話し相手になってよ、まあ、こういう感じのゲームだから。で、体力が必要だからね、休日に勉強したから、まあストレス中もあればお茶会していい。無造無造あ、メイがいるわ。あ、学校イベントだ、そりゃ帰ろうよ。メイ一緒に帰りましょう。主人公いきなり下の名前呼び捨てて。あ、すいません、今日は塾の模試の日で早めに行かなきゃいけないんです。そうだったのね、引き止めて悪かったわ。もう結構じゃあ遊ぶ。お、また来た、話そう。じゃあ一応生徒会にも行ってみるわ一回。何をしに来た、俺の貴重な時間を無駄にするな。腹が立ったので家に帰って聖剣好きを100回した。あ、だから攻撃力が上がるんだなんか生徒会なんで攻撃力上がるんだろうって思って休日か、いや勉強、いや鍛錬、いや勉強よし、じゃあお茶会。お、あ、いや、じゃあもう、あ、体力上げとけばよかった。お姉様、今日は超芋煮会スーパーポテトスープフェスティバルだよ。何なのよそれ、みんなで、だから超芋学園みんなで芋を煮て食べる会だよ。お姉様と作る芋煮とっても楽しみ。
芋煮なのは分かったけど、どのあたりがスーパーなのよ。まあいいわ、私が芋煮をスペシャルなものにしてあげる。ええあ、これは別にレンダーする必要ない。まあこんなもんかしらね。作り終わったことだし、誰かに声をかけようかしら。まあ一応礼を。こんな行事ごときによくあんな本気が出せるな。どんなことでも手を抜かないのは大事なことでしょ。サボってんじゃないわよ。俺はサボっているんじゃない。何もしなくてもみんなが放っておかないだけだ。いいか、俺は将来金を払ってても顔を見ることすらできないほどお前から遠い存在になる。俺と同じ空間にいて同じ空気を吸えるだけでも感謝すべきことなんだよ。金を払っててもね。金を払ってても、じゃあ今はいくらでどこまでやってくれるの。それは聞かれるだろう。そういうサービスはやってない。お前もちょっと飛躍してるな。レオと一緒に学校教授を過ごした。従順度アップ、ストレスマイナス10。いや、ストレスもっと上げていいな。学力、体力、攻撃力が足りない。生徒会の仕事の邪魔なんだよ。さっさと帰れ。生徒会、もっと攻撃力、攻撃力。え、なんていつもメイ。あ、すいません。またすいません言われた。まあ一応次の休日から通話してみる。いや、情報従順度ちょっと、お味方が一番なんもない。まあいまいち。まあ一応上がったからいい感じではある。じゃあなんていうか、多分テストの次は肝試しで、なんだろうな、体力っぽいぞ。あ、多分体力だろう。まあもう必要なのはもちろん学力。まあ一応勉強、休日は一番効率がいいからっていう。でも遊ぶのも、部活にも行きたいね。冷やかしなら書いてもらうぞ。いや、部活ここだから。いや、部活は体力も攻撃力も上がるからな。こいつ多分一番攻撃力高い。一番落としにくそう。じゃあカリス、いや、カリスマは生徒会は攻撃力か。まあ一応、じゃあ、自習。今日も自習ですか？頑張りましょうね。じゃあお茶会。はい、喜んで。じゃあ、初めての通話。なんていうかさ、興味なしの時の通話見てなかったなって思って。まあまあまあいいか。俺は忙しいんだよ。くだらん内容だったら切るぞ。どんな話をしようかしら。身長はいくつ？レオで身長いくつなの？身長178センチだよ。サバ読んでんじゃないわよ。は？読んでるわけないだろ。からの。いや、やっぱり読んでる。いや、ちょろいちょろい。175。言うなよ誰にも。素直でよろしい。気にするほど低くもないじゃない。また高校生だからな。からの。カリスマ欲しい。なんか私もう事前に紹介見たから、レオはなんかカリスマが必要だから。あ、ミカトがいるわ。ミカト、一緒に帰りましょう。俺は一人で帰る。釣れないわね。よし、自習、テストが近いから。今日も自習ですか？頑張りましょうね。名声が全然ないから。もう早くテスト中止で行こう。いや、
学力は多分足りてるから。よし、じゃあ好きな食べ物、レアの好きな食べ物を教えて。チョコレートだ。それもくどいくらい甘いやつがいいよ。甘党。じゃあバレンタインで楽しみ、いっぱいもらってそうだし。ポテ学はバレンタインのチョコ持ち込み禁止なんだよ。え？あ、まあそういう学校があってもおかしくはないね。小学生の頃はカバンから溢れるほどもらっていたがな。まあいろいろもらいはしたが、あんまり他人からのチョコレートは嬉しくなかったな。なんでよ。何が入ってるかわからないだろう。それにたまにある苦いのはなんだ。チョコレートは甘いものだろう。苦いのが苦手ながら何やれなのかしら。いやー、そろそろ。いや、でもさ体力も必要だよね。お、また来た。話そう。部活も行きたいよね。体力やっぱり上げたいよね。あ、葵がいるわ。葵、一緒に帰りましょう。俺こう見えて忙しいから今日はダメかな。そう、じゃあまた今度誘うわ。なんか、あ、司さん今日も自習ですか。頑張りましょうね。よし、情報、ちょっと情報見るわ。いまいち。いや、結構まあ、通話は、いや、やっぱり勉強。なんかテストが近いらしいから、多分。じゃあ自習200、学力200にしよう。じゃあ他は、まあ、部活、いや生徒会にも行ってみよう。よし、今日は定期テスト、気合い入れていくわよ。結果はどうかしら。よし、200はさすがに1位。やった、学年で一番。司は定期テストでかなりの活躍をした。名声プラス20、全員の中順度アップ。やっぱりパラメーターの方が重要かもしれない。あ、特に全員攻略しようとすると、誰かに候補、いや今回はレオ、一応レオ狙いだから。1位か、悔しいが認めよう。おめでとう。言う、あの、一応おめでとう言うんだ。みんなどうなってる。お、普通になったぞ。あと、このメイはなんか学力が高いキャラが好きだから。学力が高いと主人公好きになりやすいから、だからこんな感じか。よし、じゃあ通話。そんなに俺の美声が聞きたいのか。仕方ない、少しは聞かせてやろう。じゃあ好みのタイプ、好きなタイプ教えてよ。なんだ、俺に興味があるのか。まあ聞いたところでお前には届かないだろうが、俺に見合ったカリスマと名声のあるやつがいい。住人並みのつまらない女はお断りだ。高いカリスマと名声か。いや、それはもう事前情報。次は多分体力が必要なあれだから、もう、あ、いや、でもストレスが高いな。やった、あのストレス高いから。いや、どんくらいが高いってよく知らんけどな。遊ぶ。お、また来た。話そう。よし、どんくらい。まだ普通か。まあまあ、じゃあ通話。ポテが将来の夢。将来の夢はある。もちろん親父の会社を継ぐことだ。ゆくゆくは経済界の中心になるだろう。コピーを売っても無駄だぞ。俺はひいきはしないつもりだ。
叱られたレールの上を走る、叱られたレールの上を走るのってつまらなくない？レールの上を走るのだって簡単なことではない。大きい石一つで事故ることもある。お前みたいな障害物をさっさと覗けないとな。主人公障害物、あら、道を外れるスリルも結構楽しいわよ。よしよし、何がよしなのかよくわからんけど、なんか学校行事を見るの忘れた。なんか肝試し大会だろ。じゃあ、いや、部活にしよう。肝試しは体力と攻撃力どっち？今日は疲れたわ。さっさと帰りましょう。ん？なんだか校門に人だかりが。こういうゲームでよく校門に人だかりができるな。あ、お姉さまも帰り。あれはレオくん、帰宅時名物の大名行列だよ。レオ様、こっち向いて。レオ様、今日も顔面重要文化祭。おい、邪魔だ、ちれ。はーい。こうやって2秒で散るのも慣例だよ。おい、そこに突っ立ってるやつ、ちれと言ったのが聞こえなかったのか。わー、見つかっちゃった、散ります。私は散らない、取り巻きじゃないんだから。レオ、いつもこうやって一人で帰ってるの？当たり前だろ、あんな大勢について来られてたまるか。別に集団下校するとは思ってないわよ。お気に入りの子とか、ね、いないの？いいか、俺は誰にでも平等なんだ。誰か一人ひいきしたりなんかしない。お気に入りはいないのね。じゃあ私と帰りなさいよ。一人は寂しいでしょ。は？寂しくなんかない。このゲームは多分みんな軽率に赤面する。これはいい。寂しくなんかない。あ、これはレオの好感度がもう一段階上がったってこと？俺は一人で帰れるからな。意外と可愛いところもあるじゃない。あるんじゃない。いや、どっちだろう。多分学力はじゃないだろうから、まあ全部部活だと多分間に合わないだろうけど。情報、学校行事、お化けに負けないカリスマ。あ、カリスマなんだ。じゃあカリスマ、いや、じゃあ来週、いや、もう、ま、もう一日しかいない。カリスマが決め手か。じゃあちょっと足りないかもね。あ、多分好感度上がった。なんか美声の話じゃなくなったら、いや、まだ美声か。じゃあ中学生の頃、中学の頃ってどんな感じだったの？今と同じだ。柔道部の頃から生徒会長、学園の頂点に立つ人間ということだ。いや、見た目は今の方がいいかもしれんな。背も高くなったし筋肉もあるだろう。この調子だとどこまで成長してしまうのか、自分で自分が恐ろしい。ちょっとお前、ちょっと面白い男だよな。なんかそうね、素質はあると思うわ。おい、何の話だ。じゃあお茶会。そこまで高くないな。お姉さま、今日は肝試しだね、超楽しみ。いや、なんかレオの攻略失敗するかもしれない。なんか名声あんまり上がらないから。夜の学校でちょっとワクワクするわね。だよね、肝試しは屋上に置いてあるお蓋を取って帰ってこれたらクリアだよ。そうなのね、どうせやるなら一番乗りを目指したいわ。じゃあレオ。レオ、一緒に肝試し行きましょう。なんでお前なんかと。いいじゃない、せっかく誘ってあげてるのに断るつもり？そうだよ、断る。もしかして怖いの？はあ、怖いわけないだろう。じゃあ問題ないわね、行くわよ。夜の学校の廊下、なかなか雰囲気あるじゃない。いや、なあ、つかさ、何？その手つないでやってもいいぞ。暗いし、はぐれたら危ないからな。本当に怖かったんだ。別にいらないけど。それよりも私、一番にお蓋を取って帰りたいの。ちゃんと後ついてきなさいよ。おい、やめろ、置いていくな。
手つなげよ。つないでよ。つないでください。もう仕方ないわね。もうやっぱり面白い男じゃん。なんだよ。司は怖くないのかよ。私に怖いものなんてないわよ。それより結局手つないでないけど大丈夫？え、じゃあ今つないでる手は。ガハハハ。私に決まってるでしょ、騙されちゃって。あはは、最低だなお前。いや、それは従順度上がるわ。この流れ。あ、そうだ、せっかくだからちょっと可愛がってやかようかしら。え、失敗するかもしれないな。スキンシップチャンス。攻撃力があれば思いのまま、見つめるは鍛えてなくても大丈夫。壁ドンは、いやー、今の攻撃力で大丈夫かな。いや、失敗しても、いや、マイナスはないかもし、いや、でもこいつ、いや、多分味方が一番難しい。でも私結構攻撃力、いや、こいつ多分2番目に難しいだろうな。いや、やっぱり見つめるの反応も見たいから、もう最初はもう安牌でいこう。もう初見だから見つめてみようかしら。なんだよ、人のことチロチロ見てかっこいい顔してるなと思って。まあ、あの美形、いや、は何を驚いてんのよ。お前自分で自分をかっこいいと思ってんじゃないの。あ、いや、お前に普通に褒められるとは。私だっていいものはいいって言うわよ。そんなに動揺すること？動揺なんかしてない。当然のことを言うなって言いたかっただけだ。お前面白い男だな。動揺してるじゃない、可愛いとこあるのね。それはもう従順度アップだろう。活躍、大活躍じゃなくて活躍、従順度が少しアップ。ああ、じゃあ芋に会は失敗したんだな。じゃあ、まあ、攻撃力、カリスマもっと上げよう。攻撃力も上げよう。あのな、来るなって言ってるだろ。ログインボーナスでもあると思ってるのか。腹が立ったね。また聖剣付き。あ、葵がいるわ。一緒に帰りましょう。もうまた忙しいのか。よし、学校行事。次はテスト。テストの次は、これ体育祭はどう考えても体育。で、まず、だから次、あ、フラワーデイが多分カリスマ。あとなんか、従順度。お、気になるになったね。よし。じゃあ通話しよう。お前、俺を暇つぶしに使ってるだろ。女子の情報も。女子に個人情報割れまくってるらしいわよ。噂によると昨日のおかずまでずず抜けとか。は？そんなことまで知れてるのかよ。生姜焼き、豆腐の味噌汁、ほうれん草のおひたし、これでやってる？ああ、そっちか。ハズレだよ。昨日はビーフシチューだ。どっちだと思ったのかよ。そっち？いや、最初からそうだと思ってたからな。じゃあ次は、でも学力、あのカリスマがなんか120くらいでもう、なんていうか、もう活躍したでしょ。じゃあつまり学力実はもう足りてるかもしれないな。まあ、次の 体力をまず200にしてからにしよう。いや、部活にしよう。じゃあお茶会。もうカリスマ結構高いね。じゃあ遊ぶ。お、なんかちょっと好意的になった。鍛錬してみるか一回。黙々と鍛錬。お茶会。あ、メイがいるわ。一緒に帰ろう。途中までならいいですよ。私と一緒ではつまらないかもしれませんが。そんなことないわよ。
やっぱりメイもちょっとやっぱり好きだな。基本的にネガティブなキャラがなぜかというかの方が好きだから。はあ、うぞうむぞの男子がいない屋上の空気は美味しいわね。あら、誰もいないと思ったら葵がいるわ。なんか好感度が上がったから、なんかイベント。葵、おわ、なんだ、司先輩か。何してたの？え、漫画読んでただけ。へえ、何読んでたの？隠さなくてもいいじゃない、見せなさいよ。なんでもいいじゃん。ダメだって。あ、落ちたわよ。メープルシロップとおじぎそ。葵、少女漫画なんて読むのね。あわわ、これはあの、あ、そうだ、ね、姉ちゃんからこれを、いや、そう、どう考えてもいいわけじゃん。姉ちゃんからこれ面白いからって押し付けられただけっていうか、たまたま。別に恥ずかしがることないじゃない。そもそも なんか結構その少女漫画読む、なんかみんな結構読むけどな、なんかそういうメプオチは映画化もされてるからファンに男性も多いって聞いたことがあるわ。司先輩は少女漫画読む？読まないけど。やっぱり先輩は少女漫画ってダサいと思う？くだらないって思う？少女漫画実際昔は、今は女攻めの少女漫画しか読まないけどな、今は私的に。いじいじそんなこと思ったりしないわよ。好きで読んでる人だっているんだから。ただ興味ないってだけ。うーん、興味ないか。何、不満なの？うん、理解するよっていう子より100倍マシ。本当に分かってくれた子なんていないから。なんで今の全部忘れて。それじゃあね。うん、なんだか訳ありのようね。ん？なんかなんていうか、可愛いものが好きっていう感じのキャラか、多分わからないけど。お、イベント。はあ、勉強するのも飽きてきたわね。ねえメイ、お腹空いてない？そうですね、言われてみれば少し。それじゃあ今日の勉強は終わり。メイ、行くわよ。え、行くってどこへ？ああ、開けたてのクルドナルドのポテトの匂いたまんないわよね。私はうるさい店の中よりこうやってテイクアウトして公園で食べるのが好きなの。なにその顔、どうしたの？お腹空いてなかった？店の中でもなんだかそわそわしてたし。これが本物のクルドナルドのポテト。本物？私の親はとても厳しくて、こういうファストフードって食べたことなくて、クラスメイトがクルドナルドの話をしているのは聞いたことがあったんですが、本物は初めて見ました。うん、いや全然関係ないけど、なんか某四季様もなんかそういうファストフードを食べると、あのマミーに怒られるとか言われてた。そういうなんかすごくなんかそういう家庭なんだね。へえ、そうだったの。食べてみる？あ、いや、そういうのは体に悪いから食べちゃダメだって言われて。いや、その大丈夫だから、即効性ないから、すごくたまに食べた。それは毎日食べたら体に悪いかもしれないけど、それは普段食べてないから全然食べていいだろう、どう考えても。実はほんのちょっとだけ興味あるんですけど。じゃあ自分の手で食べなきゃいいわ。ほら、あーんして。それは恥ずかしいです。ズベコバ言わない。ほらほら、むおいしいです。もう少しだけ食べてもいいですか？これはもう一回ハマったらやめられないタイプだいいわよ。今日はとっても勉強になりました。ありがとうございます、司さん。あら、勉強の息抜きで来たつもりなのに勉強になったの？いいんです、私は勉強が好きですから。 あのこれからもこういうこと私に教えてほしいです。やっぱりちょっとこれ、いや、でももうレオに決めたからしょうがない。いいわよ、こんなことでよければ何でも教えてあげる。いや、あ、間違えた。
違うところにセーブするつもりだったけど、じゃあ部活もなんかイベント仕方ない、基礎から教えてやる。じゃあ情報。まあ、味方一番交流ないな。普通。じゃあ通話。お前、俺を暇つぶし。じゃあ友達との会話。恋愛に興味ある一応。恋愛の興味ってあるの？ないわけないだろう。そう答えるんだ。でも好きになれるほどの俺に見合った女はいない。どれも同じでつまらないやつばかりだ。私は面白いでしょう。お前のその謎の自信はなんだよ。そんなに面白さに自信があるなら芸人ての芸人ってても なっとけ。それじゃあ相方はあなたね。俺はお前と漫才してるつもりはないぞ。主人公のこの私は面白いでしょ。いやでもレオも、いや結構似た者同士じゃん。でだってレオも面白い男だし、やっぱり結構なんかメインポチ、いやメインポチっぽいな、こんな普通の乙女ゲームなら。じゃあ一応部活。攻撃力が弱いな。いや、じゃあお社会。いやもっと遊ぶ。あ、レオがいるわ。レオ、一緒に帰りましょう。今日だけ特別だぞ。ありがたく思え。いや、このゲーム多分好感度によってその結婚できる、一緒に結婚できるかどうかが変わるだろう。だからその普通の好感、一番最初の好感度の時は何回毎回なんか断られてたな。もういや違う、まあわからないけどね。まだ初見だから。じゃあ遊ぶ。活躍したいから。あーでも鍛錬は攻撃力だからね、ちょっと違うよね。学校行事、テストか。なんか次が体育祭かと思ったよ。なんかなぜだか。じゃあラブレター。そういえば朝下駄箱にラブレター入ってるのを見たわよ。あ、毎日だ。捨てる身にもなってほしい。捨ててるの？最低ね。はあ、いきなり慣れ慣れしい内容の手紙を書いて勝手に置いてくやつの方がよっぽど失礼だろ。書いてある名前はどれも聞き覚えのないものばかり。中には名前すらないのもある。みんなそうだ。遠くで眺めてはしゃぐだけ。本当にそばまで近寄ってくるやつなんてお前くらいだよ。まあモテるなりに悩みがあるみたいね。うぞうむぞ、いや自習。今日も楽しく勉強。いや学力一応2回やろう。じゃあまあこの学力で大活躍できるかどうか見極めてみる。よし、どんな感じ。あ、まだ1位。よし、じゃあまれよ。1位か、悔しいが認めよう。おめでとう。あ、ここのセリフは特にそんなに変わらないんだね。よし、名声ちょっと足りるかちょっとわからないな。従順度、え、ドキドキになったぞ。みんなはまだ普通なんだ。まあこれはまあ今回はこんな感じで、まあ言ってもいいくらいな。いやでもさ、他のいろんな人に告白された方が名声上がるから、他の人も攻略しなきゃ。メイ、司さん、こんにちは。今日はいい日ですね。どんな話をしようかしら。じゃあ自分の、いやそれちょっと暗い話になりそう。自分の性格どう思ってる？なんだか壁があると言われることが多いんです。私は誰にでも素直に接しているつもりなのですが、いつも敬語だからでしょうか、
でも乱暴な言葉を使うことが親しみとは思えません。親しき仲にも礼儀ありと言いますし、これが私の礼儀ってあって素でもあるんです。そうね、あなたはそのままがいいわ。うん、ドキドキ状態になった。ちょっと例を見に行ってみよう。ん？肛門にレオがいる。今日は取り巻きが散ってないけど、どうしたのかしら。つかさ、やっと来たな。何？私のこと待ってたの？お前、俺のことが好きなんだろ。え？は？